皆さんごきげんよう、バーチャル羊綿貫と申します。そしてシェアリゼスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日から僭越ながら私が社長として工場建設を開始していきます。アリゼスさん、すでに工場建設に携わった経験のあるあなたを本日付で副社長に任命します。しっかり働いてくださいね。はい、過去の経験が活かせられるよう頑張ります。では副社長、初仕事ですがこのゲームの概要を説明してください。ビッグシット社のエンジニアである私たちは未開拓の惑星に向かい仕事をすることになります。目的はプロジェクトアセンブリーを成功に導くこと。探検し、開拓し、資源を集め、機械や建物を作り、それらをつなげ、立派でかっこいい工場を作りましょうというゲームになっていますね。ありがとうございます。ちょっとイントネーション気になるところがあったんですけども、早速始めていきましょう。了解です。早速始まりました。はい、これあれですね、ドラゴンボールのあの宇宙船みたいですね、はい、あの丸いポットみたいな。そうですね、一人用のポット。重力何倍ですかね。何倍でしょう。ちょうど今研修受けてますね。私社長ですけどね、まあ、研修の出来上がりがいいか悪いかっていうのをちゃんと見届けるのも社長としての務めですから、はい、まあ、今こうしてね目を通してるわけなんですけれども、はい、どうですか副社長。まだ私ね、そこに降り立ってないんですよ。そうですよね。ちょっと感想聞いてもいいですか。まだ何も分からない状態ですね。私が着陸しないことには何も始められないですもんね。そうですね、はい、じゃあここで副社長の経歴についてちょっと聞いていきましょうか。はい、過去にこのサティスファクトリーをやっていたというのは知ってるんですけども、はい、どのぐらいやってました。どのぐらい、ちょっと数字を見ましたよ。少なくとも100時間以上はやってたはずなんですよ。100時間100時間は超えてるんですよね。超えてるんですけど大丈夫ですか。私死なないですかこれ。大丈夫、多分大丈夫です。多分大丈夫、まあ、そうですね、私の会社ですし。はい、170時間やってますね。 170? 素晴らしいですね。これ本社から私見捨てられたとかじゃないですよね。あ、まあそのまま燃え尽ければ見捨てられた扱いになるでしょう。命とは実質多分あの軌道エレベーターつなげるまで見捨てられた扱いな気がするんですけど。軌道エレベーターというものがあるんですね。そうですね、はい。そんな大それたものを作るんですか。はい、そうでございます。資源、ね、オープン。全部電池調達で。電池調達で。はい、電池調達で軌道エレベーターを作ります。厳しくないですか。なのでね、気が遠くなりますね。おー、はい、というわけで、あのなんか崖すれすれみたいなところに降り立ちました。これが宇宙船か、はい、宇宙船というか降下ポットですかね。そうな感じですね。はい、ではなんか指示が来てますね。エイダさん、エイダさん、指示が来てますね。エイダさん、エイダさん、降下ポットを解体してください。あ、分解してください。そうですね、そろそろ私を呼んでいただいてもよろしいでしょうか。ちょっと待ってくださいね、このポットを回収してから呼びますね。あ、了解です。そうですね、多分私と合流すると行ったり来たりになるんで。では副社長と合流していきたいと思います。はい、副社長、はい、副社長、ジャンピング社長見えます？ジャンピング社長、あ、いた。
ここで社長働いていきましょう、はい、そうですね、よろしくお願いします。いたな、な、な、な訴訟だ訴訟だ、暴力反対、なんてことするんですか。怖い こんな偏境な惑星に連れてきて怖い、怖すぎるこの社員トップ2で争ってどうするんですかこれ。そうですね、まずはもう、はい、このヒントを進めていきますよ。私を殴ってる場合じゃないんですよ副社長。確かに、まあじゃあ進めていきましょうか。進めていきましょう。V、 こっちにいっぱいありますね。なんかどちらに向かいましょう。あ、でもこれ固まってる方に行きますか。確かにこの固まってる、確かに。でも 100m から 300m の間にいっぱいあるんで、ここたくさんありますね。ですよね、こっち側が良さそうですね。うわーすごい、うわーすごい、あー開けてるところいいですね、立てやすい、いろいろ。ん、これか、粘性生物もいますね。あ、開拓のためにあの立ち退きを要求しましょうか。要求しましょうか。え、普通に叩かれてません今。あ、私今普通に食らいました。一回止まってぐるぐる時計回りでも攻撃できれば OK です。いや、いいおとりでした。はい、このゲーム回復簡単なんでね。ついでにナメクジ見つけました。え、あ、ほんとだ、おっきい。こんな、いや、近づきます。近づきたくないが動画のために私は行く。これどうやって登るんですか？あ、普通にちっちゃい段差いっぱいあるんで、それ順番に登っていく感じですね。うわー、あー、でもなんか固形物感がすごいのでいけるかも。パワースラック、このまあナメクジをまあ後々使えるんですけどね。これを取ると採掘機や加工機とかで、ね、いろいろ能力がアップするアイテムが作れるので、はい、これは見つけ次第捕まえる感じですね。うわー、ナメクジ収集壁あるんですか。そうですね、このゲームにおいてナメクジは大事です。スキャンされた資源濃度は HUD のコンパス上表示されます。ああ、それを辿ってきましたね。いい長押しで資源、はい、資源ノードから交渉から資源を収集できます。そうですね、あとすぐ向こう側にもいっぱいありますね。まずはホリホリですね。低純度、はい、To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. ここも低純度。Ensure the hub is built on. おそらくあそこも鉄ですよね。そうですね、鉄ですね、これ全部。原住民、原住民に挨拶します。開拓します、開拓します、開拓スタンガン、開拓スタンガン、よし。さすがに高純度は現れませんか。高純度はもうちょっと過酷なエリアだとありやす出やすいかもしれないですね。でも数があるだけいいですよね。そうですね、あの正直高純度3個分とか、この低純度3個分が高純度とか、そんな感じで思ってもらえればいいんで。いい純度を探しましょう後々。そうですね、低純度でも5個、5箇所ありますよ。5個、いや6箇所ですね。え、さらに、いや、ここに4個あるんですよ。ここに4個あって、あの向こうにさっき2個あったんで6個ですね。あ、6箇所、鉄ホットスポットですね。ここいいですね。では9キーで、いや、ここハブ、ここち、ここあれって、1、2、3、あ、ちょっと離れたところにあるか。まあ、開けて平らですから建築もしやすそうですね。これ多分、ちなみに上の段差にもう2個ありますね。うん、待ったら6個引っかかったんで。ほん、あら、
重いよ重いよ。あれ私クラッシングクラッシュ。あ、クラッシュ。クラッシュ。私はクラッシュ。はい、合流します。ネットワークや副社長まさかの副社長が撤退してしまいました。もう一度副社長が来るまでこのヒントを進めていきますか。HUB ハブのアップグレードおよび必要な資源の確認はハブターミナルで行うことができます。これは工作台。これはハブターミナル。あ、これ。あ、副社長帰ってきましたね。帰ってきました。お帰りなさい。はい。戻りました。これで必要なものが鉄のロッド。はい。鉄のロッドのような部品は、ハブにある工作台で作成することができます。では、ロッドを作って、インゴットを作ってからじゃないとダメなのか。はい、そうでございます。このインゴットをカンカン作ってカンカンならない気持ちだけ気持ちだけカンカン。アイスだ。よし、では副社長、はい、初納品します。はい、アップグレード1、はい、アップグレードが可能になりました。いきます。はい、ポチ。骨組みが来ましたね。建築するときに一番大事なもポイントですからね、骨組み。これで新しい建築物が作れるようになりました、ね、次、装備品作業場で携帯式高三トン高機のような最高機です、ね、最高機、はい、装備品を作成することができます。はい、携帯式最高機は一旦装備して資源ノードの上で LMB を押すと設置できます。作りますか。はい、まあ、これ1箇所に何個でも設置できるんで、これで せっかく掘るところたくさんあるんでたくさん作りたいですね。よし、5つ作りました。私も5つ作ってあります。あっちはちょっと遠いんで。そうですね、とりあえず近いところで。うわ、なんかかっこいいのにたくさんあるせいで気持ち悪い気持ち悪い今これでいっぱい掘ってもらうかな。こうで、多分次にそろそろ、まだあれは出てきてないか。可愛いな、立ちこもみたいですね。通じるか分かんないんですけど、最初、まあ、鉄鉱石今100個ぐらい取れたんで、採掘機もいっぱい。あ、次のアップグレードのタスク出しておきますね。これはこうしたら全部ずっと押しっぱなしにしてほしいんですけど、ね、ああこれねですね。アンコンもちなみにあのロッドと鉄板全部作っちゃったんですけど、どうぞ。ああいいですか、はい、させていただきます。よし、ではハブのアップグレード開始します。お願いします。ポチッと。骨からプレハブになりましたね。そうですね、
ちょっとそれを動かすためには電線とかいろいろ新しい物資を取ってこなければいけないので、じゃあ次の目標を確認しましょうか。はいはいはい、鉄板、棒、そして新しい見慣れない素材ですね。これは V を押して資源スキャナーでスキャンする資源を選択できます。はいはい、ちょっとあどで、動鉱石が近いんじゃないですか。あ、 200m 以内に2つあります。え、70と80って書いてありますよ。70と80あります。それ鉄じゃないですか。え、150m は違います。これが銅ですね。あ、そうですよね。さっきの70と80は、あの、鉄でした。はい、鉄で。で、あ、ナメクジもいますね。副社長、足が速いですね。速いですか。シフトでダッシュできます。あー、でもこれ、こん青いのが銅ですね。ナメクジ、ナメクジがちらほらいますね。お、原住民の方。原住民。未認証の敵を検出。痛い。立ち抜きありがとうございます。ちゃんと資源があるところには敵が設置されてるんですね。そうですね、基本的に何かしらいます。夜通し働いてますからね、私たちは。はい、ブラック企業もいいところですね。ブラック企業もいいです。これ寝るとかあるんですか。あったっけ。ない。昼夜を問わず働き続けろと。ちょっと記憶がありませんね。ベッドという家具は存在してるんですけども、家具はというかオブジェクトは存在してるんですよ。あ、はい、ずっとこっちを見ている原住民がいます。原住民降りれなくなってますね。ですね。たまにダッシュしてるときに誘導すると崖から落とせますね。それはダメージ入るんですか。あの、そのまま、高さによってはそのままバイバイです。バイ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 か。まあ、いくつか銅取って帰りましょうか。はい、了解です。採掘機を持ってくればよかったですね。そうですね、木の実、木のまま来ちゃいましたね。ああですね。まあ、そう遠くないんで一回戻って、はい、と置いてき、置きに来ますか。了解です。では、何か作れましたっけ。精錬炉、とりあえず設備の、この拠点の横にとりあえず適当に設置します。電気がないのでは。あ、電気はそうですね、バイオのこのバイオマス君に頑張ってもらいます。うわ、動いた。葉っぱを砕いてますね。これで、まあ、とりあえず金属を、鉄をやってもらいましょう。なんかこれ100個しか入らないんですね。そうですね、金属系はあの上限が少ないにあったりするんで。なんとか100個以上入れられません。ここら辺に、今まだ出てないんですけど、コンテナとかが出てくるので、コンテナを設置してコンベアをつなげれば、コンテナに入ってる分自動で供給してくれるようになりますね。あ、じゃあそれを作れば、はい、この手作業を若干出してくれると。そうですね、そうなります。とりあえず
ップグレード用の材料は一通り確保できたと思います。私の手持ちも入れてしまいますね。はい、社長やってしまいなさい。あ、はい。ワイヤーの方じゃ私の方で入れますね。はい、じゃあハブのアップグレード開始します。はい、落ち気持ちおしゃれになりましたよ。そうですね、ベッドが追加されました。使えないですけど。使えない、寝ることは許されない。寝ることは許されない厳しすぎる。私は寝るんだ。入れない。痛い。副社長、副社長。次の目標を確認しましょうか。了解です。コンクリート、ケーブル、鉄板、はいです。あ、そうだ、炭鉱機、最高機、はい、あれをお気に入ってないですね。はい、これ作ってお気に行きましょうか。そうですね、こっち側だった気がするんですよね。間違えた。これ合ってるのか、合ってるのか。この高さはいけますます。よし、まあ2箇所に分ける必要もないか。まあ基本的に一番設置して、気持ち悪い不気味ですね、これだけ並ぶとまあいいでしょう。はい、というわけで次回ハブアップグレード4から遊んでいきたいと思います。はい、動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、通知オン、そして X のフォローをよろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄にシエアリゼスさんのチャンネルと X のリンクを貼っておきますので、こちらからぜひとも確認してみてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。